私たちの家庭教師になるなんて。私たち、さっきマンションの前にいたストーカー超気持ち悪かった。やばそう。あれ、優等生くんいた。ストーカーよ。上杉さんがストーカー。早とちりしすぎ。なんでこいつらが。ここに住んでるからに決まってるじゃないですか。同級生の友達5人でシェアハウスか。この時、急激な負荷をかけられた俺の脳は限界を超えた速度で高速回転し、一つの答えを導き出した。夢だ。これは夢に違いない。違います。私たち5つ子の姉妹です。